子供らの笑い声と泣き声があふれ、とにかく朝から晩までほんま騒がしゅうて、僕の実家の焼肉ドラゴンはありました。容疑者、容疑者、큰소리치지마。日本人と同じ顔してたかって、中身はキムチ。いつか故郷帰るため、働いた働いた、わしら二人とももう帰るんぐらがない。내일은분명히좋은날이올것이다。